日が上がって、畑に出仕事が始まって、日が落ちると同時に仕事が終わるっていうところですね。ではこの質問に移りたいと思います、はい、よろしくお願いします。どうしてこの農家になろうと思ったのかっていうきっかけと、どうしてリンゴなのかっていうことをお伺いしたいです。あ、いい質問ですね、ありがとうございます。僕は、高校卒業してからさっきも言ったんですけど、実はホテルマンだったんですね。ホテルから、飲食関係観光のお仕事を20年で15年ほどやってました。観光のお仕事をして他のところ、他の地域に行った時に、感じたのが、今までは人が作ったものを提供する側だったんですけど、その提供する側のその原点というか生産の現場にいる人たちの話が結構面白かったというのと、かっこよくて、これはもしやるんだったら人生の最後は農業かなって、その時にちらっと考えてるのね。でそれが、震災の後に全世界からおかげさまで支援物資をいただきました。支援物資をいただいた中でリンゴもあったんです。その場で食べ比べができたわけですよね。青森、長野、そして地元のリンゴと。で米崎リンゴが美味しいっていうのは前から知ってたんですけど、地元のレベルがこのぐらいまで来てるんだっていうぐらいの衝撃を受けたんです。それでじゃあ地元のリンゴ、陸前高田市のその米崎リンゴの状況でどうなのかなと思って調べた時に、驚愕の事実があったんですよ。まず当時の、リンゴ農家、180軒ぐらいあったんですね。180軒くらいで、30代以下、要は39歳以下の担い手が皆さんどれくらいいらっしゃったと思います？2012年の時です。いや、10人ぐらいはいるんじゃないですか、さすがに。あのね、たった一人しかいない。たった一人だけだ。そこにざわっとしたね。やっぱりこんなにいい産業があるのに、産業と文化の両方がなくなってしまうかもしれないっていう局面を見たわけで、そこでもうほぼほぼ迷いはなくて、そしての最後はリンゴ、農業をやろうと。じゃあ農業でもいろいろあるじゃないですか。じゃあリンゴをやろうって決めたのがもうその瞬間です。この農業っていう仕事、お仕事の魅力と、この農家として生きているっていう生活のすごい魅力っていうのを教えていただきたいです。僕の今の生活といえばシンプルに、日が上がって畑に出て仕事が始まって、日が落ちると同時に仕事が終わるっていうところですね。これをやって魅力というか覚えたこと、学んだことがあって、僕は諦めることを学びました。で、諦めることを覚えたっていうのは、雨降ったら仕事できないんですよ、台風来たら祈るしかないんですよ、諦めるしかないんですよ。その終わった時にさあどうしようかっていう考え、この考えの転換の速さっていうのが、実は農業ってすごく大切で、まあ他の仕事でも大切か、っていうのを覚えましたね。で、あとは無理をしなくなりました。今暑いでしょ、無理して畑の仕事をやると、まあ、体調崩しちゃうじゃないですか、まず体調崩す と、 畑に出れないんですね。畑に出れないってことは、それ以上のダメージをリンゴが負っちゃうってことです、はい、だから無理はしません。無理をしなくなりました。正直30代の頃、すごく仕事が本当に面白かった時は、休まないことがかっこいいとか、一日中夜中まで稼いでることがかっこいいみたいな、そういうのを真剣に思ってたことがあったんですけど、2回ぶっ倒れてダメだなと思いました。はい、
さっきのお話聞いて、なんか自然相手で諦めることが大切とか、なんか無理しないとか、なんかすごい、なんか自分的にはなんかすごい考え方だなっていう風に思って。いました。でもなんかこういうなんか悟りというか、この考えに至るまでにはなんか挫折とか大変なこととかもあったんじゃないかなって思うんです。でそういう時にどうやってなんか乗り越えましたか？状況を楽しむことかな。ただこれは震災までの話。震災の時さすがにこれ無理だった。20代の頃は本当に何だろう、もう社会人になってからどんどん壁みたいなのが出てきて、それをやらないと前に進めないっていうことがいくつもあって、これを乗り越えた先に何があるかっていうのをずっと意識しながらやってました。となるとやっぱり考え方っていうのは、今置かれてる状況をまず楽しむことでしたね。今僕が気をつけてるのは信頼を稼ぐっていうことですね。縁とか今までの経験上でやっぱり嘘をつかないとか、周りのその人をと会う時っていうのはやっぱりその人の時間を奪っているっていうこととか、そういうふうな自分以外のことを考えることによって、そういうことができているって思うので、信頼がまず自分の生きている価値にはなるのかなと思いながら、今やっております。この進路について悩んでいる高田の地元の子どもたちに向けて何か一言メッセージあればお願いします。はい、絶対出た方がいいです。はい、都市部または海外、絶対そっちの方に行った方がいい。そして、例えばそこでも自分のふるさとっていうのはちょっと気になるんだったら、帰ってきてそこでやればいいし、今はもう自分を高める場所っていうのは場所を問わないので、ただやっぱりいろんな地域、いろんな国の考え方、文化っていうのは一度学ばなきゃいけないとは。やるんだったら人生の最後は農業かなって、その時にちらっと考えてるんですね。産業と文化の両方がなくなってしまうかもしれないっていう局面を見たわけです。僕は諦めることを学びました。無理をしなくなりました。信頼を稼ぐっていうことですね。状況を楽しむことかな。これを乗り越えた先に何があるかっていうのをずっと意識しながらやってました。はい、絶対出た方がいいです。